よっしゃ、続きやっていきましょう。まずはガチャで運試ししようかね。さあ、いい妖怪出ないかな。とりあえず妖怪ガシャコインで回していきます。で、なんかこの新しく出たスペシャルコイン、これちょっと試してみようか。これ何が出るんだろうね。スペシャルだからすげえいいやつが出てくるんじゃないの。じゃあスペシャルコインでお願いします。何が出るかな。エラベールコインとは違って固定のやつが出てくるのかな。どうでしょう。お、青色だよ。中身は、あ、中から爆音鳴らしだって。なんか想像だにしてない顔なんだけどもっとなんか可愛らしいキャラが出てくるかなと思ったけど、こいつがスペシャルなの。パラリラパラリラ、外に出してくれてありがとうよ。あ、でも普通の銀色だね。爆音鳴らし、爆音鳴らし強いのかな。とりあえずニックネームつけます。じゃあバラ組で、多分ね、バラ組にこういうやついるよねひまわり組にはいないんだよ、こういうやつは。バラ組にはいるんだよ。なのでバラ組で、はい、決定で、はい、よろしくお願いします。バラ組の情報を妖怪大典に登録した。レオキャラなのかな、いまいち分からんけど。22ページだって、めっちゃあるね。あ、送られました。封印は解かれないと。能力見てみたいね。え、じゃあ他に、これも今回も1日3回なのかな。あと2回引いてみよう。じゃあ、じゃあ5つ星コイン1枚しか持ってないけど、いきます。特別なコインだからね、絶対いいのが出てくるはず。頼みます。 S ランク用が出てきて、レアキャラ、レアキャラ、強いやつ、いきなり強いやつ来い、カモン。お、黒色アイテムじゃないよね。おお、来たー。中から虫歯伯爵が飛び出してきた。これもしかして S ランクじゃね。虫歯になるか俺を仲間にするか、どっちか選ばせてやる。もういい、もう択一じゃないですか。もうどっちか選べって言っても一つしか選択肢がないじゃないですか。虫歯は嫌なので仲間になってください。やった、黄色、虫歯伯爵、絶対強いんじゃないこれ。やったぜ金色。ニックネームはつけます。え、じゃあ、はい、じゃあキシリトールで虫歯の天敵だからね、これでじわじわ虫歯をやっつけたいと思います。はい、じゃあ決定で、いいんじゃない。はい、ニックネームこれにします。めっちゃ強いじゃん。5つ星コイン、前回はさ、クソなのしか当たんなかったけど、今回金とか出るんだ。やったぜ。お、しかも封印が解かれた。イエーイ。お、めっちゃ嬉しいんだけど、金色だから多分 S ランクだよね。じゃあ、あと1回。ラスト1回行きましょうか。何色にしようかな。じゃあ、水色だけ1枚多いんで、水色、あ、こっちも多いか。あー、でもニョロロンな1匹欲しいんで、水色にします。はい、決定で。さあ来い。続いて S ランク、もう妖怪しか出てきてないよ今回。今回アイテムがないのかな、もしかしたら。いいぞ、出てきてない妖怪。お、赤色、これはいいんじゃない。あー、言ったそばからアイテム必殺の秘伝書。あ、まあでもいいアイテムだよねこれは。オッケーオッケー、ナイスナイス。これで終わりかな。1日5回に増えてるとかはなさそうだね。まあ仕方ないか、本体時間の朝6時に復活します。妖怪ガシャを回したい場合は、あ、また明日挑戦してください。はい、わかりました。ちょっと新しく入ったキャラクター3匹ね、能力見てみましょうか。お、やっぱキシリトール S ランクだ、いいね。超クリティカルだって、クリティカルの威力がより高くなる、強い。え、ちょっと見てみる能力。漆黒ミュータンス、漆黒の虫歯菌の呪いをお見舞いする、敵全体の HP がどんどん減っていく。いいじゃない、やけどみたいなやつか。虫歯にする、取り憑かれた妖怪はひどい虫歯に侵され HP がどんどん減っていく。これいいね、これエメラルニアみたいなやつにはすっげー使えるわ。いいじゃない、疾風好き 10×5。 これはもう完全にレギュラーメンバーだね。で、バラ組、こいつは騒ぎ立て、敵味方全員が取り付くで受けるダメージがアップ。あー、味方もか、ちょっと微妙だね。でも B ランクだから結構強いわな。で、能力か、パラリラ大暴走、スピーカーから轟く爆音で敵全体の HP がどんどん減っていく。あ、これもキシリトールと同じか。取り付かれた妖怪は激しい爆音に耳をやられ HP がどんどん減ってしまう。なるほど、まああんまり強くないけど今いる手持ちよりは強いのかな。うん、でちょっとこの2人入れとこうか。あ、じゃあこんな感じです。とりあえずはこれでいいかな。うん、ちょっとおじいちゃんとかいなくなっちゃったけど、まあ、回復ではバクロバーがいればいいかな。バクロバーが強いからこれでいきたいと思います。はい、決定で。じゃあクエストクリアしていきましょうか。公民館ってここだよね。ここ入ったことないね、そういえば。ちょっと入ってみようか。失礼しまーす。お、あ、めっちゃ公民館、ちょっとちゃんと入って。
待って、あ、脱ぐ場所が変わっても固定されるんだまあ仕方ないよな、スリーパー履きたいけど、まあ仕方ないか。あ、緑の電話もね、あるね。あ、トイレもあるよ、ちょっと入っていこうぜ。あ、使えない、デリケートなんだね、きっと家のトイレしか使えないみたいな、都会っ子だねあ、こんにちは。この古民館は予約さえすれば誰でも自由に使えるんだよ。めっちゃ小さくね。最近はエキセントリックな髪型のおじさんが毎日予約してくれるね。あ、そうなんだ、何に使うんだろうね。この中、あ、ここか、うわー、エキセントリック、どうやってセットしてんそれスプレー何本使ってんだろう。こんにちは。お、でも結構渋いおじちゃんじゃん。君、たしなんでいるみたいだね、妖怪バトルを。あ、あなたも妖怪見えるんですか。だからウィスパーみたいな髪型してんのかな。私は公式バトル協会から公式に派遣された公式おじさん。公式、公式、うるさいおじさんですね。君、聞こえているぞ。あ、見えるんだ、すごい、ウォッチつけてないのに。当然だ、今の発言は公式イエローカードものだよ。ルールがあるんだ。次に同じことがあれば公式に退場してもらうからね。ハーウィッシュ。さて、君は妖怪バトルに興味があるようだけど、どうなんだろう公式バトルには興味がないかな。なんすかそれ、公式バトル。そう、公式バトルを極めたもの、それはすなわち妖怪を極めたもの。どうだい、進んでみるかい、公式の道を。はあ、何これ。桜町公民館で公式おじさんと呼ばれる人が公式バトルを公式に教えてくれるようだ。公式使いすぎだろお前。え、なんだろこれ。え、装備品、右側のやつ見たことないな、左側見たことある。じゃあとりあえずレベル6だしいけるね。ちょっと受けまーす。よし、それでは私と公式バトルだ。はっ、いきなり。って君、公式セット持っていないじゃないか、当たり前じゃないですか。存在を今知ったんだから持ってるわけないでしょ。公式セット、そうだ、非公式なバトルでは好き勝手な妖怪で戦えるが、公式バトルでは公式なルールに合った組み合わせの妖怪しか認められない。制限があるってことか。どんなルールなんですか。S ランクの妖怪は2体、A ランクの妖怪は2体まで。ああ、じゃあ全部 S ランクで固めるとかそういうことはできないんだ。難しいね、制限って。B ランク以下の妖怪は自由に使うことができる。あ、じゃあ組み合わせもいろいろできるね。みんながみんな S ランクの強い妖怪ばっかじゃなくて、A ランクと B ランクも入れなきゃいけないから、すっげえ幅が広がるってわけか。いいね、このシステムは。これが公式バトル協会で決められた公式なルールだ。なるほど、 S ランクの妖怪2体、 A ランクの妖怪2体までか。つってもね、まだ序盤だからね、そんなにたくさん持ってないけど。でもそれなら俺の手持ち妖怪でもいけるかも。確かにそうかもしれない。しかしもう一つ注意点がある。え、公式バトルは公式バトル協会制作の公式の通信対戦アプリ。あ、通信対戦のこと言ってんだ。公式に登録された公式メダルセットしか公式な使用を認められないんだ。もう一回公式って言えばわかるわ。そうしないとどんな不正をされるかわからないからね。あ、こういう風に縛ってないと変なね、あのルール無用なネットバトルが行われてしまうと。なるほどね。通信対戦アプリ、そんなアプリ持ってたかな。もちろん通信対戦アプリは無料でプレゼントする。あざっす。公式バトルへの扉は全ての人に平等に公式に開かれるべきだからね。ネット環境が整ってない人はできないじゃん。それは公式と言えるだろ、平等と言えるのかい。よーよー、 Wi-Fi セット家まで届けろやこの野郎今すぐ通信対戦アプリを公式にインストールしてあげるよ。あざっす、ありがとうございます。やったー、対戦アプリを手に入れた。よし、これで OK だ。早速妖怪パッドから通信対戦アプリを開いて公式メダルセットボタンを押し、公式メダルセットを登録するんだ。あー、やってみます。お、公式バトルをするには公式メダルセットが必要です。通信対戦アプリを起動して公式メダルセットを選んでください。まあ、公式用のパーティーを組んでおくって感じか。公式メダルセットの使い方は妖怪メダルと同じです。ただし A ランクと S ランクの妖怪はそれぞれ2体までという制限があります。また赤鬼、青鬼、黒鬼はどれか1匹までという制限もあります。え、あの赤鬼って仲間なんの。しかも青鬼、黒鬼とかもいいのかよ、完全にネタバレじゃん最強の妖怪ばかりをセットするなんてことはできませんから。なるほどね、駆け引きだな。公式メダルセットに登録した妖怪は公式バトルの時に自動で呼び出されます。いつでも公式バトルができるように常に最適な状態にセットしておきましょう。はい、わかりました。なるほど、じゃあ公式バトルが通信体制が必須になってくるわけか今回は。え、やだなボコボコにされそう。じゃあどれだ、これか、対戦、これちょっと調べます。で、公式メダルをセット、こっちか。で、公式メダルをセット、じゃあ選んでいきます、セットします。キシリトール、じゃあ真ん中キシリトールにしようか、一番強いからね。で、この横にジバニャンあたり、2番目に、あ、でもウィスニャンの方が強いのかな。レベル60ってどういうこと。
え、レベル、あ、なるほど、みんな固定されてるんだ、レベルが。あ、これもいいね、レベル上げする必要がないんだ。じゃ持ってさえすれば平等に戦えるんだ。あ、それいいね。じゃセットで、ジバニャン、ジバニャン、いたいた、ジバニャンでしょ。60でもそんなに強くなってないんだね、この人たちは。で、あとは回復が欲しいんだよな。でもプリチーの陣発動させたいから、ウィスパーってジバニャン隣がいっか。で待って、ちょっと待ってね。はい、じゃあこれかな。今のメンバーと同じだけど、ちょっと順番が違うって感じか。はい、じゃあこれでいきます。よし、これで勝てるんじゃないかな。さあ戦っていきましょう。セットしましたよ。よし、無事に公式メダルセットを登録できたようだな。はい、ちなみに公式メダルセットは手持ちにいなくても公式バトルの時には呼び出せるからね。はあ、手持ちにいなくても、ああなるほどね。準備が整ったところで次は公式バトルの説明だ。はい、公式バトルは6対6の妖怪バトルなんだが、普通と違う点が2つある。1つはレベルだ。公式バトルに出場する妖怪はレベルが60に統一される。いいね、これは。あげす 100とかさ、60以上でも60に下がっちゃうのかな。これはみんなが公式に平等に戦うための公式のおもてなしだ。レベル上げの必要がないってのがすごいいいね、これ。よくわからないけどルールはわかりました。もう一つ、公式バトルにはサドンデスが存在する。サドンデス？なんで？あまりにも長引きすぎたバトルは早く終わる手立てを取らせてもらう。あー、なるほどね。向こうが防御ばっかして戦闘を長引かせようとかしてる時に、なんかサドンデスが始まると。これはスムーズかつ公式に大会などを運営する上でのおもてなしだ。これ妖怪ウォッチで世界大戦とかも始まっちゃうんじゃないの、公式で。わかりました、それ楽しみだね。よし、それでは始めるか。この私と公式バトルだ。今からですか？もちろんだよ。初めて公式メダルセットを登録したんだ。せっかくだから試してみたいだろ。試してみたい。じゃあお願いします。よし、その意気だ。それじゃ始めよう。勝てるかな。初めての対人戦だからね、強そう。さあ、どんな妖怪が出てくるかな。うわ、しかもなんかかっこいい場所。相手の妖怪が出てこないよ。出てくるまで分かんないのかな。とりあえず戦います。いざ勝負。おお、弱そう。じゃあ必殺技早速使っていこう。キシリトールの技、どんな技使うんだろう。言ってくれよキシリトール。あ、でも全然弱いじゃん。いけキシリトール。漆黒ミュータス。いえ、どれくらい強いの。あ、めっちゃ強い。一気に倒しちゃったよ。じゃ技はどんどん使っていきます。今度はウィスニャンの必殺技使っていこうぜ。あ、新しいキャラがある、左側に。いけウィスニャン。どんな技使うんだろう。100万倍死肉球、強そう。おお、完全な百裂肉球だ。倒した。全然余裕じゃねえかよ。余裕の勝利だったら経験値手に入らないの。素晴らしい。まだ私が本気を出していないとはいえ、初めてにしては素晴らしい実力だ。ボコボコだったくせに何言ってんの。負け惜しみだよ完全に。これからの君には素晴らしい公式な毎日が待っていると思うよ。ありがとうございます。妖怪のバトルの真の実力者を決める大会では公式ルールが使われる。これからも自分なりの公式メダルセットを磨いてくれ。はい、わかりました。ありがとうございました。ちなみに通信対戦アプリでは、他の公式プレイヤーたちといつでもバトルをすることができるから、ぜひいっぱいバトルして腕を磨いてくれ。あー、じゃあさ、ボコボコにされるってことはないわな。みんなレベルが統一されるわけだから。しかも S ランクは2体もあるでしょ？なるほどね。面白いわ。お、対戦アプリでは 3DS 本体の通信機能を使って友達と対戦ができます。フレンドバトルを選べばインターネットで遠くにいる友達とも対戦できますよ。またランダムバトルではインターネットで全国のツアーモードと戦えます。ランダムバトルでは公式バトルの勝敗に応じて勝ち点が変化し、その時の勝ち点に応じてその人の強さが表す称号が決まるんです。さらにランダムバトルでは常に元祖組と本家組に分かれて、お、全員が1週間に稼いだ勝ち点の合計を競い合ってるんです。あ、そんなのもあるんだ、すごい。俺両方持ってるけど元祖メインでやってるから、じゃあ元祖軍に入ろうかな。自分が所属する軍が勝てば素晴らしい参加賞がもらえますよ。元祖、みんな元祖やろうぜ。みんな元祖やろう。本気買わないで元祖やろうぜ。妖怪を育ててランダムバトルに参加してみてはいかがでしょうか。ただし一つ注意していただきたいことが。何ですか。 3DS 本体を入れ替えてランダムバトルを始めてしまうと、自分の勝ち点の記録がリセットされてしまいます。あー、じゃあ何個も持ってる人は同じやつで使ってくださいねってことか。3DS 本体が変わるときは気をつけてください。はい、わかりました。公式おじさんの公式ルール、バッチリ解決、イエイイエイ。さすがです。
ひしげですでしょ。さあ経験値はどれぐらい。お、みんなレベルアップめっちゃ上がったよ。で、あ、アイテムどっちなんですか。ロックなのでは、力がプラス18で素早さ8で、力プラス18でマイナス8、パワフルか。どっちだろう。守りもきついけど素早さって大事なんだよなこのゲーム。なのでじゃあ肉を切らせて骨を断つ、パワフルな方でいきます。はい、ありがとうございます。まあニューアイテムだしね、こっちももらっとこう。さあボーナスチャンス、新しいムービー来い。そして大当たり、やったー、当たりだこういう妖怪もいるんだ。お正月っぽい。どうのこけし、やったぜ。こけしが入りそうな口してるしね。完全に今のは怒られる発言だなそういえば今公式バトル普及キャンペーン中でね、はい、公式バトルを始めた人に公式にプレゼントしているアプリがあるんだ。さあ公式に受け取ってくれ。何？メダル交換、あ、メダル交換できんの今回。それは妖怪メダル交換アプリ。ローカル通信やインターネット通信で公式に妖怪の交換をすることができるぞ。あ、そうなんだ。誰か交換してそれともう一つ、通信対戦アプリと通信交換アプリがあれば公式にフレンドリストボタンが使えるようになるんだ。フレンドリストボタンを使うとインターネット接続中のフレンドとすぐに対戦や交換を楽しめるぞ。ちなみに通信対戦や通信交換を通信した相手とは主人公の名前や友達ブックの一言コメント、妖怪のニックネーム情報を交換するから注意だ。あー、じゃあ変なことを書き込まないように気をつけないとってことだね。これ以上説明すると長くなってしまうから残りは公式に追加されているヘルプを確認してくれ。あ、ご丁寧にありがとうございました。公式な人間は時間を大切にするのだ。公式関係ないけどね非公式でも大切にしますよ。それでは君の公式にサーチあれ。ありがとうございました。交換したい。これさ、不特定多数の人とも交換できるのかな。まあでもね、レアなキャラはレアなキャラでしかもらえないだろうからね。よし、じゃあもう一個のクエストもやっちゃいましょうか。今度は昇天寺だね。ちょっと雰囲気も変わってるね。アングルが変わってんのかな。なんか立派に見えるわ、すげえ。お久しぶり、こんにちは。頼もう、お久しぶりです。妖怪を連れてくるということはあれかの。あれ、何のことでしゅう。ほっほっほー、妖怪の合成じゃよ。今回もたくさんできるんだろうね。おう、妖怪やアイテムを合わせてガチコーンと強くするあれですね。もうウィスパーとジバニャンは合体できるようになったからね。そうじゃそうじゃ、ガチコーンと合成じゃ。せっかく妖怪と仲良くしとるんじゃからやってみたらどうじゃ。妖怪やアイテムを組み合わせてより強力なものに変化。ワクワクが止まりませんね。やってみましょう。まあ、フュージョンみたいな感じだよね。A 級のフュージョンみたいな。段々坂の北にある昇天寺にいる和尚さんが、妖怪やアイテムの合成をしてくれるようだ。あ、じゃあ頼みます。受けます。さ、そこらぐっちゃの。さては、それじゃあ合成するかの。お願いします。ん？わしとしたことがうっかりしとった。どうしたんすか？どうかしてんですか？実は妖怪もアイテムも合成できる組み合わせが決まっていてんの。例えば、肩乗り小僧なんかを連れてきたら合成できるんじゃか。肩乗り小僧。ふむふむ、なるほど。私の入手した情報によりますと、肩乗り小僧は段々坂のいろんな場所にいるみたいですね。妖怪パッドすげえ便利だね。なんでも瞬時に分かっちゃうんだ。ここ昇天寺の隣にいる、秘密の抜け道にもいるみたいですよ。おっと、そうじゃそうじゃ、もう一つ大事なことを忘れとった。なんすか？はい、今度は何ですか？バトルの時はカトノリ小僧に駄菓子をあげてみるといい。あ、駄菓子か、ポテトチップスとか。それが好物なんだね。あいつらの好物でのすぐ友達になれるかもしれんぞ。駄菓子は段々坂の川島商店にたんまりと売っとったはずじゃ。なるほど、それでは準備して探しに行きましょうか。はーい、ガチコーンと合成だ発生。クエストメニューを確認しよう。なるほど、これリュウくんいないの、ここに。妖怪ウォッチは反応してないからいないんだろうね。リュウくん仲間できたら強いんだからな。よし、じゃあまずお菓子買いに行こうか。こんにちは、失礼します。お、駄菓子屋っぽい感じじゃ。なんか妖怪もいるよ。どこだろう、ここら辺。あ、こいつか。長話だね、また長話してくんでしょ、どうせ。うっす、長話久しぶり。今回はどんな感じ。なんかアイテムちょうだい。長花を見つけた。ここに居すいてんだね、おばあちゃんのところに。守ってあげてんのかな。こんにちは。また10円ガムかい。え、あ、三角口が外れて少しブルーになってるわいに何か用か。三角口とかあるんだ。わいはこの三角口に命をかけてんねん。ま、冗談やけどな。そや、わいがこれまでの経験で得た三角口知識たっぷり解説したろか。え、何それ、教えて。
よっしゃ、自分分かってるな。ほな、行くで。はい。まずくじを引くにはくじ引き券が必要な。あ、ここで引くのね。なるほど。で、くじ引き券を手に入れたらそれを駄菓子屋のばあちゃんに渡すと。で、賞によってもらえるアイテムが変わるみたいな感じか。自分、おじいちゃん、おばあちゃんは大切にせなあかんで、本当にね、大事にしないとダメだよ、みんな。そんで、くじの中にある数字によって、いろんな商品が当たるってわけやな。ただ、くじ引き券があるからって、やみくもに引いてもなかなか当たらへんで。虫取りのルーレットやったら、たとえ一回外れたとしても、運命の女神様が微笑んで、当たりにしてくれることもあるけどな。あ、失敗してもボーナスチャンスみたいな感じでもう一回やってくれると。三角くじはそんなに甘くない。きちんと攻略、あ、戦略立てへんと。運じゃないんだね。ワイみたいにポケットの中が10円ガムばっかりになってしまうで。まあ、序盤は10円ガムでも嬉しいけどね。そうならんようにするためには、待ちの姿勢が大事なんや。というのも、ここのくじを引いているのは自分だけやないや。時間が経つと他の子供たちがくじを引いていくからな。あ、そういうこともあるんだ。当然くじの中にもどんどん減っていくことになる。わ、それ結構シビアだな。まあ、大概外れしかないから、くじの外れも減っていくことになる。外れが減れば大当たりが出やすくなる。わかるやろ。じゃあ、くじ引き券って結構レアなアイテムかなと思ったけど、そうでもないんだ。たくさん出てくるのかな。せやから、みんなが外れを引くのを待って、ギリギリのところで大当たりをかっさらう。これが一番の理想のパターンや。難しいわな。みんなが外れを引くのを待ってから、いい具合で引くか、でも待ちすぎちゃうと当たりを引かれちゃうと。ただな、待ってばっかりでもあかんねん。先に他のやつに大当たりを引かれてしまうかもしれへんからな。そうなったらもうしまいや。当たりのないくじなんか引きたくないやろ。うん。みんなが外れを引くのを待ちつつ大当たりだけを手に入れる。そんな都合よく行くの？このギリギリのタイミングの見極めが難しいんや。ただ心配せんでもええで。ワイの話で君も相当成長しとるはずや。成長っていうか、まあね、入門編みたいな感じだからね。大当たりを引くのもそう遠くないで。ちなみに大当たりといえばな、生き物を捕まえたりしてると、たまにレアなやつとか見かけたりせえへんか？毎回見るけどね。例えば虫やったら捕まえたルーレットの赤いメモリで捕まえるのがレアや。一つだけやからきっちりと止めなあかん。ビシッと気合で止めたるんや。魚を泳いでる姿がキラキラしとるやつ。あれがレアモンや。レアモンは三角くじでいう大当たりみたいなもんやな。じゃあくじもあのルーレットなのかな？レアモンは虫も魚も息が良くてどれもキラキラと輝いて見えるわ。レアモンだけ言うだけあってどれもジャングルハンターのポイントが高いです。すげえ、長えな今回すげえ。本当に長えわ。どうせ取るならくじも生き物もレアなところを狙っていこうな。ほな、そういうことで。あ、終わったわ、やっと。長かったわ。もう少しで。よし、じゃ。おやおや、よく来たね。駄菓子を買うのかね。それともくじ引き？あ、じゃあくじ引きちょっと一回やってみようぜ。1枚必要。あ、大丈夫です。景品、あ、景品先に見てみよう。何があるの？わぁ、絵で説明してんのか。全部装備品なんだね。でも4位で超経験値玉ってことはさ、3人1超強いんじゃね？ 2 と3はなんか見たことあるな。効能忘れちゃったけど、1は初めて見た。1、5、6、7、8あたりは初めて見るね。え、じゃあちょっと引いてみようか。じゃ引きまーす。来い！いいの来い！外れ以外だったら何でも OK。くじを選ぼう。どれだ？ 5 番目のうち。あ、今目を引いたのはね、一番右のやつ。じゃ、一番右のやついきます。これで開きます！来い！お！やったー！ 10 円ガム！外れより出てましたよね、当たるんだから。やったぜ！おや、外れだったかね？クレニックリーズ？あ、これ外れなの？え、でも外れでももらえるならまあいいわな。何ももらえないよりはマシ。じゃ、もう一回引きます。頼むぜ。今度はね、あ、この右下のやつ。右から2番目のやつがちょっと面に引いたんで。じゃ、これ！いきます、開きます。来い、1。おお！来たー！マジ？持ってんなー、俺。持ってんなー、俺。表戸さん、大当たりじゃよ。あんたかなりの強の持ち主だよ。でしょ？これ超嬉しいんだけど。呪いの日記帳手に入れました。こんなことってありえるの？やべ、50位と1位だよ。ビリケツと一番いいやつを当てたよ、今回。2回で。超嬉しいんだけど。すげえわ、俺。え、ちょっと駄菓子も買っていきます。ああ、すげえ嬉しい。でも10円ガムあるからいいのかな？あ、チョコ棒もあんじゃん。じゃ、チョコ棒を1本買っとこうか。でも1本じゃ意味ないかな？ 2 本買っとこうか、2本。
2本買います。1回失敗してももう1回できるように。もうお金が今全然ないんでね。もう大丈夫、ありがとうございました。さあアイテムの効能見てみようぜ。なんかピンって言ったけど何、まあいいや。うわ超嬉しい。呪い、これ何ね、これ呪いという名の愛に満ちた日記帳、勝手に読むと呪われてしまう合成アイテムなんだ。じゃあ強い妖怪と合成できるんじゃないのこれ。うわ超嬉しいよ、早く合成させに行こうぜ。とりあえずじゃあ昇天寺横と、あともう一箇所どこだっけ、忘れちゃったわ。じゃあ昇天寺横のところで探してみようか。こいつか、よし。こいつはもう前回もいたもんね。じゃあ仲間にしていきます。お、2匹いるよ。じゃあ2匹両方ともアイテム使っていきます。チョコ棒を、味方じゃない、相手にで使っていいぞ。ちょっとズルズルズルにポイントを変えると。さあどんどん倒していこうぜ。ここで魂が来てくれればいいんだけどな、横から。うわウィスちゃん上手、やべえわ。倒しちゃう倒しちゃう。もう一匹にアイテムを使いたいんだけど、あ、お払い、でお払いします。回せ、キシリトールも強いからな、一発で倒しちゃうと怖いわ。取り付いて、あ、またか。狙うで、こっち狙って、でアイテムでチョコ棒相手に使います。でお払い、いいぞ。プチ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 、全部潰して OK、 ナイス、経験値ボーナスがうまい。じゃあ技使っていきます。新しくバラ組の、バラ組の技も見てみたいからね。倒さないでよ。あ、もうウィスニアが強すぎるわこいつ。いけバラ組、お前の技を見せてやれ。パラリラパラリラパラリラ大爆走。うわーすげえ、ポリゴンショック、ミスかよ。そこは格好決めようぜ、ダサすぎるじゃないか。ウィスニア揚力が高いのかな、めっちゃ強いわ。いいぞ、かわいい、よし勝利です。経験値は、お、まあまあだね。うん、序盤にしては結構経験値入るね。ヨカコーラと揚力茶、あ、ヨカコーラそう買っていかなきゃいけないんだよね、そういえばサラリーマンに。まあ後でいっか。お、一発で仲間になったじゃん、やった。け、お前やるじゃん、友達になると。何その態度。じゃあ仲間にします。声は可愛いんだね。あ、じゃあニックネームつけます。じゃあ素材で。そのまんまだ、よし決定で、ありがとうございます。よし一発はでかいわ。カタノリ小僧を素材と呼ぶことにした。もうすぐ素材ね、合成させちゃうからさ、名前もどうせ変わるし。オッケー、よし、君は利用されるために生まれてきたんだよ。あ、じゃあすぐ戻ろうか。いいね、サクサクプレイじゃないですか。編集が楽でいいわ。よし、お坊さん取ってきましたよ。あっはっは、どうやらカタノリ小僧を連れているようじゃな。はい、それでは合成するかな。何と合成するの、わしとしたとか、もう合成素材、もう一匹の方ね。意外とうっかり屋さんなんですに、ね、これじゃ、これこいつを渡すのを忘れておった。え、アプリかな、また。あ、違う、親方ダンベルだって。あ、アイテムと合成させるってことね。何ですかこれ。最近運動不足で体がなまっていてのこれで筋トレしとったんじゃが、よくよく思い出してみれば合成アイテムじゃった。まあね、合成させる以外にも用途があったってことでいいんじゃないかな。うん、なんでか普通の使い方をしちゃってますね。こいつと肩乗り小僧を組み合わせればガチコーンと合成できるぞ。なんか強そうだねキャラ。これからも合成できる妖怪かアイテムを手に入れたらいつでも来るといい。どんどん合成してやるからの。はい、ありがとうございます。何はともあれやりましたね、アブくん。これでまた強力な妖怪とどんどん出会いますよ。はーい。昇天寺の和尚さんは2つのものを組み合わせるすごい力を持っています。それはまさしく合成です。妖怪やアイテムを合成すると全く違う新たな妖怪やアイテムが生まれたりします。ただし何でも組み合わせればいいというわけではありません。合成できる組み合わせは自分で見つけちゃってください。はーい、ありがとうございました。ガチコーンと合成だ、バッチリ解決、イエイイエイ。お見事、イエーイ。いいじゃない、サクサク。経験値45で、アイテムはどっちにしようか。お、マッスルベル、猫の鈴、マッチョな猫を目指すならこれ。猫専用、力プラス50、揚力プラス50、猫の鈴、エレガントな猫を目指すならこれ。猫の鈴、これいいな。これウィスニャンに揚力装備させれば強いんじゃない。じゃマジカルベルの方にします。はーい。猫専用アイテムってみんな強いよね。猫が優待されすぎだよ。優遇されすぎなんだよな。あ、これも見たことあるね、ワンで。やった、入った。ひもじいが食べないか心配になっちゃうわ。当たりです。ありがとうございます。あの、ひもじいが食べた瞬間爆笑したね。懐かしい。よし、当たり。超経験値玉だって。結構、経験値玉も結構手に入るね。お、
ストーリーの録が外れた。阿部くん、そろそろ調子堂の天使も戻っている頃では？そうだね、調子堂にも行ってみましょう。はーい。じゃあ、時間もいい感じなんで、今日はこれで終わりたいと思います。次回、さっきの合成させてから、調子堂へ行きたいと思います。はーい、じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。